ずはお二人からご挨拶をいただこうと思います。まずは坪井信政役、大泉洋さん。皆さん今日は久しぶりに足元の悪い中お越しくださいましてありがとうございます。これでこんなに湧く人いないですよね。そうですね、もう本当になんとかね初日ぐらいまではいい感じに来ておりましたけども、最後の最後、今日が、我々のいわゆる宣伝活動の最後だと思います。皆様のね、前に現れまして挨拶させていただくのは最後だと。その最後の日にやはり雨が降りまして、ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう全く何の拍手か意味がわからないわけでございますけどもね、こう私がいるからやっぱどうですか、皆さんもね、やっぱ雨が降ってもちょっと嬉しい今日ね。大体ね雨というのはこうちょっと気が重くなるもんです。でもこうやってパッと雨がやるなよちゃんと思ってね来れるわけでございますね。ありがとうございます。本当に足元の悪い中と申し訳ないというふうには思っております。その分ね今日はなんとか楽しい舞台挨拶にしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして坪井陽子役、菅野美穂さん。皆さんこんばんは、菅野美穂です。今日は初日の舞台挨拶をさせていただいて、また再びこのように皆さんにお目にかかれると思いませんでしたので本当に嬉しく思っております。そして今日はディアファミリーの大ヒット御礼舞台挨拶なんですけれども、大泉洋さんの新しい芸名のお披露目会としてもお楽しみいただけるかなと思っております。そうなんですか。またひょっとしてまた私の新しい芸名を、新しいっていうか一回言ったやつなんですけど、ご存知ですか。ご存知、さすが皆さんに愛されてる。2つほどね、はい、で2つほど大泉さん のお名前を考えさせていただきました、うん、大泉のに、雨が余る、うん、余る雨と書いて酔う、うん、余る雨と書いて酔う、でもう一つは大泉、うん、与える雨と書いて まさかの覚えてない教えてもらった覚えてない話よく始めますね。すみません、虎恐ろしいよ。すみません、余る雨は、申し訳ございません、ご本名の画数よりも、うん、ちょっといい画数になっておりまして。そうですか。太平洋の陽よりも余る雨の方がいい、ですので、たまにこうその気になった時には芸名をお着替えされて、うん、でも今この辺出てると思います。大泉余る雨、そうですか、大泉洋、いや、でやめてほしいですねいや与える雨のかもしれません。演技でもないやめてもらいたいですはい、ごめんなさい、ありがとうございます、キャッチいただいて。今日が今飛んできました。いや今ワイドショーの方も多分 CG の加工とかめんどくさいことをしようとしてるんで今なんか大変ですよ今、はい、すいません、今日は皆様と楽しいひとときを過ごせたらなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本作はこれまで家族キャストの皆様、ね、坪井家の皆様のキャストの皆さんで行った家族危機会見から始まりまして、あと医療者のキャストの皆様ともご一緒した完成披露試写会、初日舞台挨拶と、さまざまなイベントを行ってまいりましたが、夫婦役のこのお二人だけでの舞台挨拶は今日が初めてであるということ。そうですか、ね、え、でもそう避けてたんでしょうね。そうですか、ね、もうどんどんぶっこんできますけど、すごいですよ、はい、そう思います。なんていうか映画のトーンに合わないからね。そうですね、やっぱりね、確かにね、おしゃべりが、ね、でも今日もあれですもんね、もう見終わった後なんですもんね。そうですね、見終わった後とは思えない盛り上がりでしたね。そうですね、なんかね入ってきて、多分あれなんだと思うんです、もう1回目じゃないんだと思いますよ。あ、そうですか、そうでしょう、ね、2回目だ、2回目以上だって方どれぐらいいらっしゃいますか。ああ、やっぱり そうですね。ありがとうございます、初めて見たリアクションにしてはもう軽いもの本当だったのね、もうドンと来てますよ。ね、ミセスグリーンアップルさんのね、ディアをね聞いた後だともう、ね、我々が来たでも涙ありがとうだろ、分かりますけど割と軽めでしたよ。来た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 みたいな、雨降ってるぞみたいなありがたい、何度も見てくれてる。いや、ただなんか先ほどね、そのいわゆる控え室のところから、お二人のこのコンビネーションっていうのがなんか
もう日に日に撮影現場とまた違いました。このずっとプロモーションを通して2人で、ね、いろいろ頑張ってきて。いや違うんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり撮影現場はね、はい、やっぱり演技 の, あの内容でシリアスなシーンがあったりしましたので、ね、はいはいはい、こんな感じではなく、でもまあ、あの今日振り返ってみると、なんて宣伝がしやすいんだと、あ、そうですか、なんて喋りやすいんだろうと。でも大泉さんもだって、あの菅野さんの笑い方がずっと山賊の笑い方をしてて、そうです、そうです、どこにいても聞こえてくるみたいな。そうです、今日もやっぱりね、あのちゃんと雨音だったりもありますし、ちゃんとね東宝の本社のね立派な控え室ですけど、それでもやっぱりしっかり笑い声聞こえてきます。今日も盛り上がってるなと、何かのきっかけでなんかねすごい盛り上がってくる、微笑ましく、あ、ね、今日もお盛り上がってきてるねって言いながら、いやいやいや、すごかったですよ今日。本当ですか、何喋ってたかな。いや、たださっき菅野さんもちょっとおっしゃいましたけども、まあ、お二人お忙しいということもあって、最初はこの大ヒット御礼舞台挨拶はできないかな、このスケジュールの関係でなんて話もあったんですけれども、ちょっとね、合わない可能性がありました。ただやっぱり皆様から本当にご好評いただいているということで、私の方からまず発表させてください。6月14日にこの春秋を迎えたこの映画ディアファミリーですが、昨日6月29日までの興行16日間で動員が61万人を突破、興行収入8億4000万を突破しております。すごいですね、ありがとうございます。でさらにこれがすごいのがですね、満足度というね、ご覧になった皆さんの満足度驚異の 95.1% 超えという、なかなかない数字になっております。ありがとうございます。さらに週末動員ランキング2週連続ナンバーワンいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。なかなか今の時代ね、この実写映画でね2週連続とかって珍しいですよ。ちょっと待ってください、そういえば、あのランキングなんですけど、1位がディアファミリー、はい、2位が大泉洋さんも出演していた名探偵コナン。大泉洋ワンツーフィニッシュでございます。ワンツーフィニッシュ、おめでとうございます。ありがとうございます。ワンツー決めさせてもらいます、まあ、そう言っていただけるのは大変なありがたいんですけどもね、まあ、でも名探偵コナンって別に僕主役でもなんない。それはコナンじゃないでしょうけど、どう考えても。私あの川添義久っていう刑事役でね、ちょこっと出てるだけ。まあね、名探偵コナンバーンってポスター出ても、そのポスターにすら出てないですからね、私の役。川添義久さんっていうのは。ね。多分今後も出ないだろうっていう役なんで、そこでワンツーですよ、大泉さんってやると、川添義久はそんなにね、みたいな。私がコナンの声でもやってるんだったらね。ありがとうございますってなりますけど、はい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 、でもただやっぱりね、この実写化とおっしゃいましたけども2週連続の1位で、はい、あの初日舞台挨拶でも大泉さんおっしゃってました、はい、ご両親にその結果どうなったか聞きたい。やっぱりもう私もすっかりあの日、はい、話しまして、まずはそれもいよいよ公開だとで電話して、この3日間で見に行きなさいと、はい、金土日が大事なんだと、初週が大事なんだと、ご両親からしたらなんでそんなこと言うの。ああ、そうそう、でもあんた年寄りがね、の3日間でいきなり行けって言われたって困んだよと言ってました、はい、いいか行けと。ほな私たちが2枚チケット買って何か変わんのかいとうざいとうざい、いいか3日間で行けとおっとあんたは100枚チケットうざいとうざいって言いか行きなさい。でもそっから私も2週間すっかり忘れておりました。どうだったんだろうって。で今日台本見たら書いてますから、ご両親どうでしたかって、先ほど電話しました。はいはいはい、実家に電話しました。電話したら、うん、出た親父が出まして、はい、はいはいと、うちのあのこれ北海道弁、これどうでもいい話ですと、うちのあの北海道ではですね、電話出るときにうちの父はこういうわけで、はいパパでしたってなぜか過去形、ええ、もうクイズの答えかのように、ええ誰だと思う、パパでしたに近い、はいパパでした、はいはい、どうしたんだ、いやいやちょっと映画見たかと、おお映画見たぞつって、おおありがとうありがとういつ見たと、いつ、いやいつだったかな、だいぶ前に見たぞと、いつよ何いつってそんな大事なのかとか、大事だいつか、ちょ待てちょ、もうカレンダー見に行くからつって、16日でないかなって言うから、おじゃこれ見事に日曜日に行ってる、あー素晴らしい、
よくやったと、うん、よくやったよくやったと、お前もう招集に貢献しておると、うん、どうだったって言って、いやいやいや、いや 大したいい映画だったよって言って、素晴らしかったよと、まあ俺はな、まあ、お前の父親だから、まあ正直、まあ周りではあのな泣いとる人もいっぱいいたけど、まあ私はにじむ程度だったな。いいリアリアル、父は、私の父は涙をにじむ程度だったと。でもやっぱりあの父がね、息子の笑顔を見て涙がにじむだけでもすごい。問題は母親です。あれ、母親っていうのはもう本当に手厳しい人ですから。そうですか、ええ、はい、昔私の何本か映画何にも面白くないって言った人です。、ええ、何にも面白くないって三国志の時に言ってました。おっとおっと、大ヒットしたね、大ヒットした。あの何十億もだけ、まあ、あれやっぱりちょっと母には難しい。そうですか、あのシュールな世界観はね。そうですか、あとアイアムヒーローってゾンビ映画あったんですか。あれも何にも面白くないって。ひどいひどい、ただあなたが逃げてるだけって言ってました。その母がこれゾンビ、素晴らしい映画だったと。あ、はあ、そう、優しくてねって、丁寧でねって、素晴らしかったよと。もうね、やっぱりどうしてもね、あんたが出てるとね、やっぱり洋が出てるなと思うんだけども、今回の映画はあんま洋が出てるとは思わなかったよと。もうちゃんと役でね、役で見れましたと。洋が出てて気になるなってことはなかったよと。じゃあ今までの映画は全部、あ、また洋が、また洋が出てると。分かった分かった、ありがとうと電話来て、その後母からメールが来ました。あ、一つ言い忘れた。あなたにはもう父親役しか来ないのかしら。もう少し若い役をやらせてあげたいけどって書いてある。これはね、やっぱ母ならではの。しかし51歳で父親役以外に一体あるでしょうか。もう母さん気をつけないと、俺は下手したらもうじいちゃんの役が来るかもしれない年ですよ、51ってなったらね。でも母はやっぱりいつまでも母なんですね。ご両親からも嬉しい、だから母はおそらく私に学生役をやってほしいんだ。あ、世の中いっぱいありますよ、そういう映画ね、キラキラとした、ね、あ、胸キュン映画、胸キュン映画ですよね、はいはい、壁ドーンって、ね、なんかそういうのいっぱいあるじゃないですか、はいはい、やったことないんでしたっけ、そういうの一回も。そういうのないです、だって私30超えてからしかやってませんから。あ、でもやっぱ母はそういう役をやらせたいんだ、もっと若い役をやらせたいけどって書いてました。だからまあそのこの場をお借りしてね、本当に日本のプロデューサーの皆さんに、どうぞ私に学生の役を。やっぱ老い先短い母のために一度くらいはね、親孝行ですね、からかい上手のなんちゃらさんみたいなもの。いやいや、あの具体名を出していくのやめてください、本当になんか。ああいうのに出たいなとやっぱ思いますやっぱりね、はい、菅野さんの、はい、ほら初日舞台挨拶でね、はい、はい、あの、はい、母は、はい、火曜日に行ってくれるって言ってたんですよ、火曜日、はい、だからうちの家族はあの2週目に貢献しました。ありがとうございます。2週目に貢献してますかね。はい、2週目にね。でもあれはやっぱり週末なんですよ。え、週末3日間の動員ですか。そんなこと聞いてないですよ。もっと早く言ってください。そうなんですよ。え、はあ、勉強になった。そうなんですよ、とにかく週末3日間なんですから。だから火曜日に行ってる あなたのご両親は貢献してないんです。いやいやいや、なんと不思議ですよね、映画って。まあトータルじゃないんですよ、あれ、うん、延べじゃない、とにかくその週の週末3日間な、そうだよな。へえ、東方の人も何を話してるんだっていうかな。まあまあでも見に行ってくれて、どんな反応を。あの、はい、その週来てくれる約束をしてまして、はい、子供が風邪ひいてしまいまして、ちょっと移すとあれだからまた来週にしようって言って、であの感想もお預けでした。聞いてない、まだ聞いてないんです。なんかでも私はさっき北海道まで電話したんですよ。ね、メールまで来てね。メールまで来て、母から。だからマネージャーさん、今私の母に電話してもらっていいかな。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、いいです、大丈夫です、面倒ですわ。ね、いや、うん、全国からも本当にたくさんの感想を聞いてます、はい、それが実は
もうこの後ろのボードにドーンと、これはそうなんですか、なんかね、文字がいっぱい書いてあって、シャレオスな、ちょっと いくつか見てもらっていいですか、気になるものあります。え、素晴らしい、今年ベスト、いや人生ベストかもしれん、この映画素晴らしい、ありがとうございます。これ どこにこういうのが書いてあるんですか。多分 SNS だったりとかに感想が多分ハッシュタグつけて、泣きすぎて辛い、なのにもう一回見たい、最高すぎる映画、ありがとうございます、ありがとうございます。全世代見た方がいいです、ありがとうございます。なんか勝負みたいになってますけど大丈夫ですかね。いやー、たくさんの方のこんなたくさんのね、ご感想本当にありがたいですね。すごいですね、はあ、なんだか家族に会いたくなった、帰ったら電話しようかな、それ大泉さんが書いたんじゃないですか。読み方がすごいですね、癖が。私じゃないですよ、私はね、さっき電話しましたけど。あ、来ました、あ、ようちゃんの泣き演技はダメ、ようちゃんが娘ちゃん溺愛してるお父さんってのも知ってるから、リンクしてグッとくるものがあった。ありがとうございます。でもね、ここにね、ようちゃんって書いちゃうと、これやっぱり俺のファンだなって思われて、なんかこういまいちグッと来なくなっちゃう。なんで添削するんですかそんな。改めて新しいこう映画のファンを取り込むには、ここがようちゃんではなく大泉さん。ようちゃんって普段は言ってるけども、ようちゃんって書いてあ、まあ、ファンだこれは、ファンはそれは褒めるだろうってなっちゃうんですよ。だから大泉さんちゅうか、俺大泉のファンじゃないんじゃないかみたいな、もっと言うと普段あんまり好きじゃないけど今回の大泉さんはぐらいにするとファンでもない大泉の人が見てこんだけグッと来てるみたいな、距離があったけどもこの映画見たらもうガラッと変わった、ようちゃんって書いちゃダメなんだって私の子猫ちゃんに教えてるんですけどね。この劇場にもいらっしゃると思いますけども、わ、もうようちゃんのファンいっぱいいます、うわ、ようちゃんって書いちゃったと思っているかもしれない、ようちゃんって書いちゃダメ、ダメなんだ、大泉さん、大泉さんっていう、うん、あえて決めた、もしくは大泉洋とか、あ、呼び捨てで大泉洋、そうすると、あ、俺のファンじゃないのに見てるって感じになりますからね、はあ、まあ、これを言っちゃうともても子もないんですけど、うん、すごいですね、ね、ありがたい、本当にたくさんのね感想がいっぱい来ましたね、はい、今まで映画館で泣いたことがない私が初めて号泣してしまいましたとかね、はい、もうずっと読んでられますねこれね、はい、今日これ持って帰ります、わかりました、うん、じゃあ、一緒に車に乗ってこれね映画持って絶対ですからこれね言いましたから今、ね、みんなでこうやって持って帰っていただきたいと思います。ディアーでさらにこうグッときたっていう方多いですよね、エンディングに流れるディアーで最後まで涙が止まらなかった、すぐ出てきますねそういうのエンディングディアーで涙止まらなかった、もう本当私はね、自分のねソングスという番組でも言ったんですよ、もう最後の最後でやっぱこうディアーっていう曲が我々のこう気持ちをねこう背中を後押ししてくれる、でもこれはね後押しってレベルじゃないと、背中を蹴ってくるってそれぐらいすごいね、このディアは確かにおっしゃる通りですね、これも菅野さんが試写で携帯持って立ち上がってこう振ったんですか、そうですよ、初めて聞いた、はい、今回の映画の初号といいますか、あの完成関係者向けに完成したものを初めて見る会で、はい、大泉さんと福本莉子ちゃんと私も一緒の会に見せていただいたんですけど、最初の方から大泉さんとか涙されてたんですけど、もうこれで終わりだと思って、そこからのディア、あのイントロ何ですか、あの前向きな力のある、で聞きながら初めて聞くので全部の歌詞は聞き取れなかったんですけど、でもとことん映画に寄り添ってくださってるっていうのが分かって、うん、ちょっとこれ私ちょっとただ聞いてられないと思ってもう立ち上がって携帯のスマホのライトをオンにして、えっ、それちょっと待ってください、あ、みんないるんですもんね、いますよ、そうですよね、そうですよ、で後ろで大泉さんと福本さんがいて、あ、普通はね携帯の電源はお切りくださいと、はいはい、映画館の約束であるじゃないですか、必ずね、はい、
私も自分があの出演してる映画でそんなことしたの初めてで、でもまあそのぐらい思いが溢れる歌でしたね。大泉さんも前でこうって振ってる菅野さんをこう見ながら、そうですね、まあこう見てましたね。わーっと振ってたんだけど、はい、まあ途中でこう、まあ菅野さんしか振らないですからね。はい、まあそうですね。こうして途中で座られ、まあだろうね。だけど果敢に最後の方でもう一回立っちゃう。もう一回立った。ね、でもう一回立って最後の方だったらでもう一回振りましたね。ほんでもう終わった。いや最高でしたね。みたいな。だからディアを本当にもう最高の音響で聞くんだったらやっぱ映画館ですからね。この大きなスクリーンでね。そうです。まあだからもうね、ミセスのライブにそれは行けりゃいいですけど、もういつも行けないっていう人はもうこの映画やってる間はもう最強の音響で聞けますからね、ディアを。なるほど。だからもうミセスファンも絶対見なきゃいけないこの映画は。さすがいいですねそれね。はい。そうですよ。確かに。家で聞くよりもやっぱりね、イヤホンで聞くよりも映画館最高のスピーカーで聞く。最高の。素晴らしい。しかもそこに2時間分いい映画がついてくる。ついてきた。そうです。そうですね。絶対ただディア聞くよりもやっぱりその前の2時間の映画見た方が絶対ディアがいいから。ディアの気持ちがつながってって最後ドンそうですわけです。だからもう考え方によってはだからいい、だからディアの PV だと思ってもいい。いやいやいや。それでもいいから見てほしい。まだ見てない方はそれでもいい。それでもいいから見てほしい。最高2時間の PV だと思ってもいい。立ち上がる気持ちになるであろうっていうね、最高に楽しめますからね。ありがとうございます。ごめんなさい、もうね圧倒的に時間がどんどん押しております。まだ今日はおかしいじゃないですか、2人しかいないのに押してる。そう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 、さっきからずっと双方の方がたくさん、いや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 、2人しかいないのに。そうですよね、2人しか喋ってないんですよ。普通はだから時間持て余すようなことあるかもしれないぐらいのね。今日はお二人での最後の共同作業が実は待っております。やだ寂しい。何かと申し上げますと、先ほどから、ね、皆さん聞いていただいて大ヒットしておりますというお話しておりますけれども、本日で一旦プロモーションは区切りということになります。初共演で夫婦役を演じられた大泉さんと菅野さんによる本作のプロモーションも一区切りということで、最後に舞台挨拶を締めくくる形で大ヒット記念かつ夫婦最後の共同作業ということで、演技のいいくす玉セレモニーを行わせていただきます。お願いいたします。あ、来ました。大きな、思ったより大きなくす玉がやってまいりました。でかいです ね、 ねえ、なんか普通もうちょっとね、あのコンパクトな感じで来るかと思いきや、相当に大きな、はい、やっぱヒットするとでかいですね。楽屋に入ってたお弁当もだいぶ高かったですもん。なんかいいよね、お弁当が ね、 なんかね、だいぶ高かったです、ね、や、 っぱやめときゃいいのに、もうね、もううちのもうやめときゃ、下世話のヘアメイクとかもうそこ値段調べ始めた。いやいやいや、最低でもいくらしますよこれ。やめなさいって、ね、早く持ってくれって言われてます。丸の1で、で、普通はほらね、映画ディアファミリー大ヒットドーンよいしょみたいなんですけど、今日はお二人でちょっと夫婦ですね、夫婦役ですからちょっと決めてもらっていいですか、掛け声を今。いや話したんですよね。あ、そうですか。どうしようかってね。いや今回はやっぱりその私たちのやっぱりこの作ったねディアファミリーでありますけど、はい、やっぱりこの見ていただいてるね、はい、お客様のおかげでね、やっぱ大ヒットしたということで、はい、我々がディアファミリーと言いますから、はい、そうしましたら今日お集まりの皆さんに大ヒットと言ってほしいわけですよ。なるほど、ディアファミリー大ヒット、大ヒットドーンと。いいですかそれで。ありがとうございます。じゃあこれ練習しなくて一発勝負で大丈夫ですか。いや、ここからずっと練習しないで。ずっと練習するんですか。時間を押してるっつって。そこまで私はこの社長信用してませんから。あ、そうですか。一発なんかでやったらなんか微妙な大ヒットみたいな感じでものすごい次の日のテレビも使いにくくなるんですよ。もうガッチガチ練習します。今いきますか。やります。あ、いきます。大丈夫かな、みんなできるまで帰れないからね、大きい声で、はい、じゃ練習しましょう、はい、練習始めていいですか。あ、引いちゃダメですよ。え、いきなり引いちゃダメですよ。私バカじゃないんだよ。やりそうだなと思って。やらないです。そうですか、振りじゃないですよ、ね、カメラさんにもそうですね、びっくりした、抜いてもらわなきゃいけない。そうですね、はい、まだ引いちゃダメですよ。いや、みんなね、やめてよ。疑心暗鬼になるから、こう振りなのかどっちなのかなと思って。一回手離しましょう。そうしましょう。ああ、そうだ、菅野さんとかちょっと怖いから。そうですよね。
ね、どっちなの、振りなの、振りじゃねえよいいですか、じゃあ練習します、お願いします。それじゃいいですか、皆さん練習しましょう。じゃあせーの、ディアファミリー。あ、ごめんなさい、私がちょっとディアファミリーが弱かったね。そうか、神田さんが弱いから。ごめんなさい、ちょっとまろやかだったね。まろやかです。ああ、ディアファミリーと。それでは全然もっとちゃんと気合い入れてやっていただかない。でも1回目にしたら、あの、お客様良かったですよ。思ったよりも良かった。良かったですよ。ね、大ヒットっていうね。そうです。上がってる感じ。これがもう明日か確実に我々のよりディアファミリーってのブワーって聞きますから。いやいや、皆さんが入って大ヒットーバーダン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 とかかりますか左胸のバーってかかりますか。ここで始まってるわけですね、このニュースは。皆さんのにかかってますからね。今カメラさんは何回やるうちにそのカメラワーク練習しますからディアファミリーバーンとこう引いてね。じゃあもう一回、はい、もう一回練習しましょう、はい、せーの、ディアファミリー、大ヒット、ダダ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 ダ大泉洋さんと神田美穂さんと相談しましたみたいな ね、うん、そしたら、うん、おいポポですっていうですよ、大阪さんポポでしたという話が始まるっていうね。わかりました、見えてきました、見えてきたでしょ。あとは大泉洋の字をこうやってシュッシュッシャーンってやってるのがあるかもしれない。 あれを CG をやってくれる曲がどれだけあるかですよ ね、何あもうあやってってね、手を手を上げ、手を上げ、さらに難しいことを急に、さらに難しい、すいませんね皆さん、大ヒットの時にこう手を挙げてほしいと言いますね。おあ、いい感じいい感じ。前でもそういうけど、俺のファンなんてもう大体肩が上がんないんだよお前上がる方の肩でいいですからね上がる方の肩っていう大体どっちか上がんないですよ確かに大体そうなんだからお前俺と菅野さんのファンなんてそう簡単に手なんか上がんないんだよ言っとくけど大丈夫。あ、大丈夫、あ、大丈夫だね、上がる方だよね、片方上がる、大丈夫かな、ね、私はもう右が上がりませんから今左になりますね、うん、じゃあちょっと手を上げて練習しましょう、ね、そうですか、はい、これが最後ですよ、ね、分かりました、もちろんです今日大丈夫、この後映画もう押してるけど大丈夫そうですね、もうすでに大丈夫かな、丈夫、うん、じゃあもうちょっと練習しましょう、ね、はい、それじゃあ行きますよ、せーの、ディアファミリー大ヒット。あー素晴らしい、ちゃんとね、もうバッチリだと思います、バッチリです、分かりました、肩も上がってる、上がってました、すごいよ、肩上がるだけでもすごいよ上がんないんだから本番はさらに角度がついてきますから、ね、いきます、いきます、でも無理しちゃダメよ、あ、そうですね、無理しこれが原因で痛めたりするんだからそういう年代なんだもん優しくねそうですね、うん、さもうやっていいですか、そろ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 やっていいですか、じゃあ準備、ご準備、あれどっちがどっちかはないんですね、いいですかね、ここ2人でこうドンと聞けばいいわけね、はい、ではよろしいですかね、はい、映画ディアファミリー大ヒット記念夫婦最後の共同作業くす玉セレモニー、ちょっと待って、え、ディアファミリー大ヒットドンね、あ、はいはい、大丈夫ですか、いいですかね、参ります、それでは、はい、くす玉セレモニーお願いします、せーの、ディアファミリー大ヒット。やりましたね、本当にディアはいいですね、いい曲ですね、もう本当にいいわ、素晴らしい、もうなんか どんな時にもこの曲はなんかこう合うな、そうですね、なんかお祝い事には全部ディアでいいね、そうですか左胸のバーンもうなんかもう違う映画でも貸してあげたいいろんな映画貸してあげたいね、勝手に、うん、なんか見せずに何の相談もなく勝手にどんどん貸してあげたい、いいよいいよ、買いなよ、いいからこの曲いいから使いなよ、ね、
貸してあげたくなっちゃう、それぐらい。でも見事開きました、大ヒットしたということで今回の舞台挨拶決定したわけですけども、はい、もしかしたらロングランヒットしたら、ま、何かあるかもしれなかったりなんかしてということで、あの次はどうするなんてね、あのまさにこの映画に出てくる印象的なセリフでしたが、もしもロングランヒットなんかしたら大泉さん菅野さん次はなんかこんなことやってみたいとか何かあります？あ、コンビ組みましょうそうなったとしたら、あ、そうですね、もうコンビ名も考えました。お大泉洋の洋と菅野美穂の菅で洋館そうですね、洋館でーすって、です、ね、出てきます。もし年末までヒットしたらもう M1 出ますわ。もう今来ますか洋館でーす、洋館でーすって、ね、いやもう洋館で呼んでる人いますから、すでになんか洋ちゃんの洋館になってきます、これぐらいなんか、ね、ありがとうございます。もしかしたらあるかもしれません、その時はぜひ皆様足を運んでいただければというふうに思います。ありがとうございます。洋館のステージにぜひ、わかりました。さあお時間迫ってまいりました、最後にお二方よりご挨拶いただきます。まずは菅野さんからお願いします。はい、皆様あの今日は本当に温かい時間を過ごさせていただきました、ありがとうございました。大泉さんのお人柄に引っ張られての、これまででした。最後は本当に大泉さんらしく大雨の中でこの時間を過ごすということで、皆様雨具はお持ちでしょうか。あのとても思い出のに残る一日になりました、ありがとうございました。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。では最後に大泉さんお願いします。本当にありがとうございます。皆様のおかげで本当にあの、大ヒットしてみんなにあの喜んでいただけて本当にあの嬉しさでいっぱいでございます。あの様々な感想を私もあのいただきますけど、あの本当にあの大泉さんが言ってた通り、あの決して悲しい映画じゃなかったねと、お涙頂戴の映画じゃなかった、最後に本当にあの前向きになってすごく頑張ろうと思える、勇気がもらえる、なんかこう今グズグズしている自分がなんかこうなんかダメに思えるっていうかね、なんか何か始めたいと思わせてくれる、なんかこうねディアの曲とともにそう思わせてくれるあの映画だと、たくさんのあの感想をいただきました。本当にあの嬉しい限りですし、本当にその通りだなと思います。なんかね筒井家の皆さんもそうですし、吉見さんも本当にこの映画そしてこの状況をあのおそらく喜んでくれているんじゃないかなと思います。あの本当この映画を作ってよかったな、公開できてよかったなと心から思っております。でもまだまだあのたくさんの方に見ていただきたいので、ぜひ皆さんの熱い思いをですねまだ見てないという方にお伝えいただいて、たくさんの方にまだまだ見てもらえればと思っております。そして、ロングランをしてですね年末中になった暁には、洋館というですね、なんか突然新しい漫才コンビがやってきてですね、M1 に初挑戦すると新しい夢ができました。なんとか我々にねその夢を、ありがとうございます、その夢を叶えさせてくださいありがとうございます。今後とも我々洋館をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。